センターアソシエートリサーチャーとして運営に携わっております山田と申します。よろしくお願いいたします。この現在では、その改めてその意義や定義を問い直す時期に来ていると思います。まず、今回のプレゼンテーションでは私個人の、インタラクションという言葉に対する考え方について述べさせていただきます。インタラクションという言葉は主に技術で使われる言葉で、私も、東京大学での研究においてインタラクションという言葉を技術の文脈で使っていますが、本来はもっと私は現在東京大学先端科学技術研究センターで博士課程の学生としてヒューマンインターフェースの研究を行っております。またエコー教育協会さんという会社の指示の下でニアデザイン、ニアプラスというデザインユニットのメンバーとして商業用インテリアのデザインなどを行っております。また東京インタラクションセンターの運営員を行っております。次に、私は、研究や作品やデザインを通してインタラクションという言葉と関わっているんですが、私のインタラクションに対して一つの、ポリシーがあります。それは、テクノロジーは、アナログな素材に隠されるべきであるということです。テクノロジーが進歩して久しいわけですが、人間が昔から使ってきた、木や布や紙といった、親しみやすいマテリアルに対して、デジタル技術でデジタルインターフェースがどんどん進歩しても、決してかなわないというふうに私は思っています。そのために、私は、紙や布や木といった、人間にとって非常に親しみやすい親和性の高いマテリアルを使って研究を行い、また作品などを作ってまいりました。今回はその中の代表的な4点ほど、ご紹介させていただきます。こちらは、去年東京大学で最初に展示しまして、今年4月にフランスのラバレルという都市でラバルバーチャルエボリューションという展示会で展示させていただきました作品です。また、今年の9月にはオーストリアリンツで行われます、メディアアートフェスティバルアルスエレクトロニカ2010で、2011年までの常設展示となっております作品です。ご覧いただきますように、紙と木と布でできた絵本です。ただ、このように、通常の絵本と同じように紙をめくっていただくんですが、自動で絵本の物語が再生されます。私は、インターフェースに関しては、魔法のようなインターフェースを作りたいと思いまして、それは決して木を狙ったものを作るという意味ではなくて、技術がアナログなマテリアルの中に巧妙に隠されているということです。このように、マウスやキーボードといったデジタルなものを使わなくても、絵本というコンテンツが楽しめるという作品です。でこの作品の最大の特徴は、中央に2つリングがついていると思うんですが、こちらを取り外すことができるようになっています。バインダーのように、ページが閉じられているわけですが、ご覧いただくように真ん中の2つのリングを外して、カバーを外してで4ページある、本のページを好きな順番に並び替えることができます。お芝居の背景をこう好きな順番にアレンジするようです。でこれをまたバインダーのようにして閉じるわけですが、そうすると、今度は並び替えられた順番に従って別のストーリーを楽しむことができるという本です。またこの本は、途中で残っているページを並び替えて好きなエンディングに変えてしまったりといった一冊の本で何十通以上もの、話を楽しめるという本になっています。次にご紹介いたしますのは、一番最近の作品で、いけばなをテーマにした作品です。花は、個人的に深い思い入れがありまして、生命のモチーフと
として作品にいろいろ使って花をモチーフとした作品をいろいろ作っています。八方の花は外側に一輪挿しの状態で並べられています。この花を中央の、瓶に、生け花の要領で入れていただくのですが、そうするとその 花言葉に対応した三分子が、下の水面にじわっとにじみ出てきます。これは、プロジェクションを使っていなくて本物のインクをこう電子制御して下から温度制御によって表示コントロールしています。花と詩の配置は市中 水面疫学の、循環の法則に従った、風玉天板図というのがあるんですが、それに従って配置されています。真ん中の、瓶から花を取ると、水面に現れた花言葉が消えていきます。全て、花のセンシングも、インクによる文字の表示もデジタルコントロールによってこの、作品の内部で行われているんですが、その0と1という、1ビートの世界をアナログ世界の中に、隠すということをテーマにしています。次に、日記をテーマにした作品です。こちらは1週間7ページからなる日記なんですが、手によって日記の著者とインタラクションができるというシステムです。手をかざすことによって、その開かれて現在開かれているページの、曜日に、日記が書かれているわけなんですが、その日記の出来事を手をかざして手の影のところに映像が現れますが、それによって著者の体験を追体験できるという作品です。音量は映像の面積に比例します。また映像という目でしか体験できないメディアを見ることで、その著者の真意というものを知ることができるシステムになってまして、時間が経つとこのように、紙の表面にインクで、著者の本当の心が現れてくるという作品になります。最後にご紹介しますのが照明器具です。現在、ニアプラスという私の所属するデザインユニットのメンバーであります白井浩平君のデザイン、私がエンジニアリングを担当しました作品です。水の量で、照明の光の量をコントロールする作品で、試験管とフラスコからなる、実験器具のようなデザインになっています。フラスコの中に、試験管の中に水を入れて水の量が増えることで、上に置いてあるフラスコの中の照明球の光の量が増す。逆に水を減らすことでフラスコの中の照明球が減っているという作品です。この作品で一番やりたかったことは水と生命と光の循環というテーマでして、アルケというのは原子を指すんですが、このように花を水の中に入れることで花が水を吸って、水が吸われることで光が弱まるという水と光と生命の循環というのをテーマにしました。また今回は、このプレゼンテーション終わりました後にあちらのブースで、生け花によって光の色を変えることができる照明のデモになります。また大学では、紙に印刷されたインクの文字を電子的に制御する研究などを行っています。最後に私がなぜ東京インタラクションセンターに参加させていただいておりますかという理由を説明したいと思います。インタラクションという言葉は本当に幅広く使われていて、さまざまな施設があったりするわけなんですが、それは非常にデザイナーのためのインタラクションや技術者のためのインタラクションといったように、非常に場が限られているものです。この東京インタラクションセンターの最大の特徴は独自の色を持たないということになりまして、逆にいろんなデザイナーや建築家やアーティストといった人が、コラボレーションすることでいろんな色を、作り上げることができるという最大の特徴だと思っています。私は、エンジニアリングが本職でありますが、さまざまな研究者やデザイナーやアーティストの人とコラボレーションしたいと思っておりまして、この東京インタラクションセンターの設立に携わりさせていただきました。以上で私のプレゼンテーションを終わらせていただきます。ありがとうございます。